はい、おはようございます。今日で積み木が85ですね。85日目となります。さしこちゃんです。始めたいと思います。おはようございます。頑張ります。85ですね。はい、今日金曜日ですね。今日は10月の7日金曜日ですね。で、店主がいます。店主よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、明日大前の店の営業日となってます。時間は10時半から11時でしたね。明日手ぬかさん、昨日の動画でちょっとお伝えしたんですけど、手ぬかさん11時から16時、4時ですね、土曜日は。で、あとこれが大前の店のインスタグラムですね。こちらインスタグラムでこっちを追加したというので最近出ます。日向店ですね、まだ営業はしてないです。こちらのインスタグラムでちょっとずつお店ができていく様子を紹介してます。もしまだ知らない方いらしたら、ぜひフォローしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ店主、ちょっとその手ぬかさんの、はい、じゃあ手ぬかさん、明日ですね。明日は11時から16時で、これで昨日アップしてましたね、あのインスタグラムをね、はい、これですね。これはサミロさんでしょ。サミロさんが書いたこれ手ぬかさん用で、手ぬかさん用じゃないなくて、なんか あるんですね。それ、あの、そう、書いてあったのを使わせてもらってるみたいなんですね。うん、で、ぬかってね、こう裏面見せる方がいいのか。で、例えばその民芸とかでこう持ってるのがないかなっていうので、これちょっと今回来るかどうかは、来るかどうかわかんないですけど、店主が持ってるこういうね、店主が好きそうなとか、ちょっと今回来るかわかんないけど、うん、こういうもの、これなんていう、スリップウェアっていう。スリップウェアっていうんだ。こうなんかそういう模様のやつ。ああ、模様のことね。こういう、うん、やつを。こういうもの、まあ器だけじゃなくていろいろですね。カゴとかそういうのもあるんでしょ。なんかわかんないですけど。カレンダーとか。民芸だからいろいろ幅広いですよね。うん、こういうものがっていうことで、まあ参考に、まあ店主が持ってるもの。まあ明日で。はい。するので並ぶもの、はい、じゃあ、はい、まあ1日だけなんで、もタイミング合う方でね、知ってる方でっていう感じで来ていただけると嬉しいなと思いますね。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょう。じゃあさしっこ行きますね。だから明日営業で、日曜月曜はお休みですね。日月休みで、次が11かな。来週の予定をちょっと聞きましょうか。11と11、13でお知らせしてたんですけど、はい、ちょっと子供の振り替え休日が入っていたので、うん、14です。営業日それ11と14、来週それ、インスタグラム訂正入れてる、訂正、昨日、はい、カレンダーを昨日入れてる。もう一回でもまたお知らせします。ちょっと今見てみます。ああ、これじゃわかんないだろうな。カレンダーを。まあ、こっちは書いてるからどうかな。このカレンダーをやっぱバッて見たとき、この見ると思うんだよね。もう一回じゃあ。もう一回カレンダー自体の画像をアップした方がいい気が。します。週末の間でね、じゃないとやっぱりもうカレンダーがサムネイルというかなっちゃうと、そっち一回目が行くと思うんだよね、いくらテキストで書いててもね、と思います。よろしくお願いします。だから13がお休みになるんですね。だから11と14、まあ、あの祝日も入りますからね。はい、じゃあよろしくお願いします。で、差し越します。じゃあ続きね。で、コメントもいただい
てるのでコメントを紹介しましょうかね。これですね。まずは話しおんさん、話しおんさんからでいいのかなですね。昨日ね、話しおんさんからコメントいただきました。ありがとうございます。12時間前。こんばんは、こんばんは。私のコメントの一言で店主さんが素早く反応してくださり、とても嬉しかったですと。ほらハートマーク。ね、乙女心が通じ合った瞬間でしたねと。ほら音符。どうです店主。通じ合いました。はい、感情のこう強弱がないね。でタルティンのカンカンね、いかにも店主さんが好きそうなデザインですねと。ほら店主が好きそうって思ってるらしいですよ。で長く動画を拝見していますので好みが分かってきましたよと。ほらね店主分かってもらった方がいいよね。やっぱお店のね感じも好きになってもらった方がね。でこけし屋さんは存じ上げないのですが、店主さんの箱好きは私のほら想像を超えるものでしたと。ほらどのぐらいの想像を超えてきたんですかね。そんなにまあちょっと好きぐらいだろうと思ったけど結構好きだなって思ったんでしょうね。まあそういうことでしょうね。想像。うん。こけし屋を調べたら、お休み中でした。こけし屋さん調べたらお休み中。ああ。改装中、なんかそんな感じで。何年かお休みしましたか。あ、何年か。ああ、そうなんだ。あら、それなネットショップとかも指定されてないの。うん、ああ、そうなんですね。ということです。店主情報。こけし屋さんが好きな店主ですが、調べたところちょっとの間お休み、うん、ということです。ね。で本で続きいきますね。店主さん想像を超えるものでしたと。で本当に箱のためにお取り寄せされるんですねって書いてますよ。もうほら箱のためにね。そうです。私は自然とやってきたものの中で巡り合えた良い箱を大事にするタイプです。ああいいですね。素晴らしい。そういいじゃん。巡り合いを大事にね。自らじゃなくてね。いいかもしれない。そっちの方がね。で箱を大事にするタイプですと。あと特別なディズニー好きというわけではないですと。ああそうなんですね。かっこ笑いって書いてますね。怪しいですねちょっとね。かっこ笑い特別じゃないけどまあディズニーは好きですよね。本当にすごい好きな人ほどじゃないってことでしょうね。いますもんね、すごい好きな。たまにテレビでやったりしますもんね、ディズニーに。クリスマス、そうそう、クリスマス年間も何日行ってるみたいな。もう1年の3分の2は行ってるみたいな人とかいますよね。すごいなと思って。で次ですね。そうそう、過去の動画のほらヤバネ、過去ヤバネを制覇しましたと。ありがとうございます。見ていただけたんですね。これで全シリーズ見終わりましたよと。ほらすごいね、ね、すごい。全シリーズっていうほどのシリーズでもないんですけど、シリーズですね、シーズンですね、シリーズというかね。実は矢羽根を購入していて、過去近所の手芸店でって書いてますね。で刺そうと思いながら見ていたのですが、手をつける前に見終わってしまいましたと。ああされてないのか。じゃあでもそれでよかったですって書いてある。それでよかったんだ。ね、一緒にっていう、まあ一緒にというかね、ちょっと後からリアルタイムでっていう感じじゃなかったからね。で糸替えのタイミングを私も間違えるところでした。糸替えしたっけ。ヤバネって一色、ヤバネって本当はなんか色変えようと思って。ああそうかそうかそうか、ヤバネあります。どこでしたっけ、これね、ヤバネありますよ。これなんか、これですね、これね、ヤバネさ、糸替え、そうそう、そうでしたね。いや、僕も一色で刺した記憶しかなくて、糸を変えるつもりだったんですよね。でも変えなかった、変えるの忘れてて、それを言ってるのかな、糸替えのタイミングを、私も間違えるところでした。刺してないんですよね、これね。どういうことかな。ちょっとわかんないですけど、二色使いがしたければ、くぐりの、
前階段の周りをぐるっと刺すときに糸を変えないといけないということが分かり、大変勉強になりました。参考にさせていただきます。前階段ってなんだろうな、分かんないけど、僕はそう、このね、あのくぐりで糸を変えるつもりだったんですよね。この階段、ここね、階段、これのこと言ってるのが前階段っていうのがね、前階段なんていうのかな、前階段ですね。そう、それをね忘れてそのままくぐっちゃったんですよ。だから本当は2色でね刺す、あ、刺すっていうか、そう、刺すね、まあ刺すのは1色で1色くぐるってつもりだったんだけども、でもこれでもねいいでしょ。ちょっと僕も忘れてましたね。これを制覇したと。ありがとうございます。もしまだ見られてない方、これヤバネっていうのをね、これも72日ぐらいで刺してますから、もし暇な方本当に暇な方がいたらね、見てください。長いですよ。で、参考にさせていただきますといただきました。ありがとうございます。話のさんね、ヤバネだからもうあれですね、見るものはないってことですね、多分ね。今この積み木を日々見ていただけてるのかな。ありがとうございます。嬉しいです。もうそういう方がいらっしゃるだけでね。で、ヤバネって何っていう人も中にはいるかもしれないから、あの再生リストにね分けているんですよ、シーズンごとにね。シーズン1が分道つなぎっていう初心者向けのやつで、もう本当初心者です。すっごく大変です。で、シーズン2が尻尾つなぎですね、尻尾つなぎで、3がこの矢羽根ですね、今おっしゃってたね。で、4が、4と言ってますけど、これ人目指し、何でしたっけ、あれ人目指しのなんかドットがいっぱい並んでるやつ、あれを、図案をなんかね、自分で考えながらしようかってしてたんですけども、全然進んでない。知らないでしょ、持ってるかな。あの図案をね、それこそトレース、何かあるかな、これ、これ、シーズン4はね、これを開けて、このね、ドットの間を何センチとか測って、一回これ図案を起こそうかなって思ったとこで、ちょっと、で、しかもそのシーズン後の今やってる積み木と同時進行かなんかをさせようとしたけど、できてないっていうね。これがシーズン4、一応4ね。で、5が今やってる積み木が5ですね、という全体になってます。で、それが全てなんですけど、見ていただけたって。あとはまあこちょこちょことね、あの見せたい店主のさしこちゃんだったり、なんかちょっとお店の様子をね、あの企画展の時にね撮ったりとか、ちょこちょこっとしたものは大前の店っていうカテゴリーを再生リストで作ってて、そっちに入れてるんですけど、あとはもうシリーズごと、シーズンじゃなくてシリーズごとに分けてますので、最初の方面白いですよ、トラブル続出で面白いの、面白いのかどうか分かんないけど、もう最初の方の方が、最近はもう全然ほら面白くないでしょ、トラブル全然ないからね。昔はいっぱいあったよ、もう初心者の初心者だったんで、それを楽しみに見られてるね、あゆみのさんとかね、ニヤニヤしながら見てますっていう方もいましたし、ね、今だから多分つまんないなって思いながらな、うん、ね、まあ、しょうがないですよね、下手、わざとね下手に刺すつもりもないしね。ありがとうございます。花椒さんからいただきました。じゃあ次ですね、次がリエさんですね。これ多分以前いただいてる方で、小銀座市を教えてくださいっていうお店にねいらしてる方、知ってみるかな、店主、名前を
一応リエさんだけにしとこうかな、フルネームであるんだけど。なんかね、コメントで以前来たのは小銀座市を教えてくださいって来て、ああ小銀座市はちょっと難しいなみたいなコメント返したら、またお店行ってみますっていう方ですね、がコメントいただいてます。でこんばんはと来てますね。日向店オープン待ってますと。週末お店の付近を回ってみますねって書いてますね。近辺の方なのかな、宮崎の。やってないですからね、営業はね。それ言っておきますけどね。何回も言ってますけどね。そこそ勘違いされるといけないから、こう毎回言ってるんですけど、まだですよ。多分、わかんないかもしれないね。まあまあ、それでも。うん、そうですね。確かに。普通の家でもないですね。もう本当にもう古い建物ですね。はい、じゃあ。いいかな、そこぐらいですね。オープン待ってますということですよ、店主ね。はい、少々お待ちください、ね、以上です、コメントはね。ありがとうございました。でそうやってね、でもそうやってこう言っていただけると嬉しいですよね。やっぱ分かんないからリアクション、僕はほらインスタグラムの方は管理してないから分かんないけど、まあ店主はね管理してるから、ちょっとこう反応というか分かるでしょ。どうですか、そっちの方は。日向店の方ですか。はい、そうです、そうです。どうですか。はい、見てもらっていいです。何違う違う、ね、どう、いや進行状況、どうですかって言われたら、もう進行状況しかなくないですか。なんか進んでないよな。なんか進んでない。ちょっとやっぱ足りないな、テーブルがと思いました。テーブルが足りない。はい、テーブルどうしようかな。どうしようかなと思ってます。はい、ということです。もうちょっと待っていただけると、ね。なかなかレイヤードは難しいです。難しいです。はい、暑いし、暑いで日が入るし。でもいいんじゃないですか。まだそんなに完璧じゃなくても。そうですね。で僕は。思ってます。宮崎の方のねお店を昔から知ってる方とか見ていただけると分かると思うんですけど、見ていただけるとというかこう分かると思うんですけど、昔からね10年前から知ってる方がまあいますよね。でももう記憶に残ってないとかってやっぱあると思うから、その方はねブログがあるんですよ。もちろんお店始めた時からやってるね、それのねもう一番最初の方とかの見ていただけるとスカスカ、もうスカスカですよ。もうお店がスカスカ、ね、まだね何にもそっからなんだろうね、委託の作家さんがメインでやってるよね多分ね。うん、スカスカなんスカスカだから、それ写真がまあちょっと僕も見てないからわかんないですけど、もう商品もね少なくてスカスカな感じ、それをねそういう感じでも少しずつね始めれば、もう今見ておらんなさいよ。10年経ちましたこのありさまですよ。もうねありさまって言ったらあれですけども、なかなかの。でも宮崎の方もちょっとまたね日向の方に物を移したりとかして、ちょっとスカッてしてるのかな。前ほどはあれじゃないですよね。だからまあだからちょっとずつ作り上げていけばいいんじゃないですかね。だからまあもちろんね必要最低限のものっていうのはあると思うんですけど、店主の中でだからさっき言ったテーブルとかね足りないなとか思う。でも最初から完璧じゃなくてもこういいんじゃないかなって思いますけどね。どうですかその辺は店主。そうですね、最初から完璧なんです。そうそう、最初から完璧っていうかこうなんていうんですかね、まあ普通はねオープンしますよって言ったら完璧なんでしょうけど、完璧っていうかねどうぞって感じだけど、なんか面白くないでしょ。それはそれで
ね、面白いのかもしれないけどね、こうちょっとずつこう作り上がっていくのが楽しいんじゃないですか。まあね、飲食店みたいな感じだったらいけないけどね、やっぱりちゃんとこうメニューがしっかりないといけないけど、こうもう最初はもうとりあえずもう買うものがなくてもこう遊びに来ていただいて知っていただければね、また次来た時はまだちょっと変わってるとか商品が増えてるとかね、こう来る楽しみを見つけてもらえるといいかもしれないですね。来ていただく方にね、一回来ておしまいっていう風にならないように、来るたびに変わってるっていう方が楽しくないですか、お店はね。まあ、店主は分かんないですけど、僕は結構1回行っちゃうともうなんかなかなかのことがないと2回目行ったりとかしないタイプなんで、そうそう、もともとね物欲がねあんまり、でも最初はやっぱり行きたいっていう気持ちに なっていくけど、そこよね、2回目行きたくなるようなお店をどう作るかっていうのって大事かなって思いますよね。だから食べ物とかやっぱほらまた食べたいとかさ、やっぱそれきっかけになるけど、やっぱほら雑貨屋さんとか、雑貨屋さんじゃなくてもこう食べ物じゃないものを扱うお店って、やっぱ新しい商品とかそれ以外の何かを期待してまた行きたいって、また何か面白いものが見つかるかもしれないっていう気持ちでやっぱ行くから、やっぱそういう、あとはまあ店主に会いたいとか、店主とおしゃべりした、おしゃべりせんなおしゃべりするほどのごあれじゃないな、でもそんなこともないですかね、知ってる方とか仲がいい、仲良くなった暁にはもうバンバン喋りますよね。本当？本当？今はいって言ったけど、はいって言わせたけど今、あ、普通に喋りますかね。だからこう店主とのことを知ってもらって、仲良くなってもらって、また来ていただけるお店になるといいですね。またまあ企画展もいろいろするからね、そういうのもありますよね、いろいろこう企画展が変わるから。ね、そういうお店にしていきましょう。よし、今日はいいかな、コメントいただいたお二人ありがとうございましたね。ここでさせておしまい、23分、よしよいしょ、はい、じゃあ今日ここまでにします、よいしょ。この間ね、買い物帰ってきて店主に指摘されましたね、よいしょよいしょ言うねって確かにだなと思って、よいしょよいしょ言ってるなと思ってね、重たかったんで荷物がね、確かによいしょよいしょ言ってるなと思って、ね、ちょっとびっくりした。ああいう、ほんと、いやいや、よいしょよいしょ言ってるからさ、ほんとびっくりした、自分でもびっくりした。はい、すいません、じゃあ今日は以上になります。ご視聴ありがとうございました。